っと場を沸かせるようなキャラを使ってくれると思います。P さんはピンクのリボンをつけたプリン、対するナリアスさんはまだキャラクターを決めていない。リリコン、リリーの、おっとシークに変えてきました。なるほど、これはもう一方的に触れさせないというようなスタイルですかね。まあ本当ナタセンターやってるだけで勝てるんで。ああそうなんですか。というわけでステージは戦場。まあただちょっと事故るとやばいですね。眠るのパーセント、ここだと何パーくらいで吹っ飛ぶんでしょうね。どうなんすかね、ちょっとわかんない。終点と比べてちょっと天井が高い印象ではあるので、まあ多分40パーだと普段で死ぬくらいなのが45、6パーくらいですかね。ただまあ台上だとまだちょっとわからない状況ではあるので、とりあえず2ストック分果たしてどういう勝負になるか。序盤は成安さんがちゃんと先端当ててプリの前に入らないように立ち回ってますね。ハリなんだかんだちょっと P さんかなり裏に回ろうと動いてますね。プリン空中からじゃないと攻めにくいんですけど、はい、大体回避するかしないかで潜ってくるんで、はい、回避見てればいいんですよ、飼育側は。あー今みたいな回避ですね。そうですね、ちゃんとプリンの空前に対してナタ合わせていく。空前にあんまりでも合わせない方がいいですね。ガードしてからやった方が、ナタゴブルとな、クマの方がプリンのクマの方がダメージが高いので、あー潜りたくないんです。どちらかというと当たると痛いパターンなので、はい、のでこういう暴れとか当たりたくないので、ほんと丁寧にやっていくって感じです。さあしかしちゃんと崖上がり P プリン見てますね。的確に上がりを潰していきます。さあ長距離刺さって、あれ外したらやばかったですよ。外したら上スマですかね。あっとあっとっとっさあプリンの DA 強いんですよね。さあプリンにリードされると結構めんどくさいです。でもスクールバーストパーセントは5分。ちょっとプリンの暴れを本当に通しちゃってる印象ですね。あー今のも良くないです。あー回避読んでる。いや今の眠る入りましたよ。ちょっと怪しい飼育ですね。ちょっと下眠るこすられたらなんかこう入りそうな。もうこのパーセント絶対死にますよね。66% 対78%。スタイルを針に切り替えて針からの掴み不審狙っていくが入らず、これは分かってますね。不審でしか死ななかったですね。ああとこのダッシュの掴みが本当に早い。さあこれは崖上がり分かってますね。空への置き強いですね。さあさあジャックからの掴みを入れて、パーセントはリードはピープリン、上がりはちょっとダメージ食らってますね。もう DA でも怪しいだけで、あっと2択に負ける。タクを勝利していたのはナリアス、シーク。いや非常にいい勝負でしたね。お互いがお互いちょっと怪しい感じでしたけれども、最後のタクを読み勝って制するのはナリアス、シークでした。さて2番手、パペピアさんチームのところアースさんが出ましたね。お、ここでアースさんですか。対する相手はメルヨッシーですね。ヨッシーです。最近ヨッシーまでちょっとかなんか活躍し始めてるヨッシー使いではあるんですけども、メルさんです。メルヨッシー
ちなみににゃんこさんは 3-on はどうでしたか？ 3-on は今1勝して待ってます。あ、待ってる状態ですね、はい。というわけでアースヨシ、アースピットバーサスメルヨッシーですね。ピットヨッシーってどうなんですか？五分だと思います、ほとんど。なるほど。若干ヨッシーが不利かなって程度です。それはどういう点で不利ですか？まあ、ちょっと武器判定の分と少し着地狩りしっかりやられていくとっていう話なんですけど、まだヨッシーもごまかす点は全然ございますので、はいはいはい、まあ、ごまかしつつ体力差で五分になるみたいな感じです。さあ始まりました。すいません、はい。さあピット対ヨッシー。さてこのカード先ほどもあったような気がするんですけど。あ、本当ですか？ちょっと見てなかったです。二宮さんが多分パスターさんと対戦しました。だってアースピットが確かにちょっとピットのリーチが結構めんどくさそうですね、ヨッシー側は。あ、スダッシュです。慎重にヨッシーがたまにこうやって卵出ちゃうんです。あの卵なかなか強いですよね。意外と枯れない、枯れないんですよ、ね、飛び道具持ってないとダメです、ね、はい。お、着地拒否していく。あ、あ、勝った。卵から食えぬ。わあ、回避にウエスも合わせていく。おーおーっと、クーダー完璧に読んでますね。アースさんこういう着地狩りが非常にうまいんですよ。シークの着地ですら合わせてくるんで、やばいですね。おっと、メテオにウエスマ、ちょっとずらしが違ったらやばいことになっていた。食えぬからとウエスマ着地を殺しに行っている。空中後ろを見せる。当たると痛い。おっと、あの尻尾も当たると痛い。ダッシュ A でまた着地を切りに来て、おっと、空中ニュートラルで攻撃着地。ちょ、前、あーでウエスマッシュだ。やはり着地をこうやって切りに来た。さあ、アースさん、このストックを守りきれば3番手には大将パペピアさんが待っています。これは必勝ルートですね。さて、しかし一方でメルさん、アースピットのこのストックを落としてもう1個、まあ、逆転すればそうですね、それもう終わりですからね。でも3本目まで試合はやるそうです。そう、まあやった方がいいですよ、まあ思い出に、はい。多分それは一応スコアメモするからでしょうね。あの2-1とか2、あの3-0とか、はいはい。あ、で崖でちゃんと安全に粘っているアースピットをさせて、また着地の読み合いに持っていく。着地を切る。着地おっと、今下ベロを読んでたか。ウエスマッシュがたまに外れる。さあ、これどうやってバーストするんですかね。さあ、メルヨッシー攻めあぐねている状況。今4式出たぞ。さあ、クーダーはうまい。さあ、でクーダー見てから反応されてるんじゃないですかね。見てから実は反応してたんですかね。だって結構正しいですよ、動きが。あ、メルヨッシーまた崖に戻ってきて、まあ、ウエスマとかヒップドロップを、おー、ヒップドロップだった、浴びてなかったところ。ヨッシーバースト厳しそうですね。だからピットという相手はここまでバースト拒否されたらやりづらいものなのか。あ、さあピットがじりじりとあの辺で待ってる。でダッシュもたまに見せる。お、空中しろ、たまには空中しろ見せる。さあ、おっと、着地はつかみだ。なるほどな。ここで1-1ですね。1-1です。
さあ 3-on-3 第2試合、さあ対照戦、さて どういうカードになっているのか、これは。キーコン始める。キシャパペピア、キシャとパペピアですね、はい、キシャ、キシャ、キシャポッポのキシャです。キシャ、わかります、はい、ありがとうございます。さて、満を持して対照戦、今回も対照戦まで来てしまいました。なるほど。さあ、堂々とのパペピア入力。やはりあのキーコンって結構名前を縮めて入れる人が多いんですけれど、はいはいはい、のフルネームで入れていきますね。あ、まあ4文字ならいいんじゃないかという感じですかね。待て、そう、レバーガチャ用のキーコンですよ、これは。あの十字パッドでレバーガチャするやつですね、はいはい、さて、モニター越しに、さあ、究極の読み合い、じゃんけんを行う。パペピアさん負けた。パペピアさん、シークですか。さあ、キャラを先に見せてしまう、この人。さあ、記者さんはそれを受けてメガマンを選択。ロックマン、ん、おっと、おっと、ロックマンを見てからロボット、おっと、これかぶせじゃないのか、かぶせか、これは。さあ、記者さんはロックマン単キャラか、メガマンだけでいくと、これが俺の魂のキャラだと。あ、ここまでは。ロックマンロボットきついんですかね、まあ、確かにガン待ちされると。次切り替えましょう。めんどくさい感じはあります。さあ参ります。さあ、パペピアチーム対ナリアチームの対照戦、汽車メガマン対パペピアロボ。それ、レーザーがめんどくさいっていう感じなんですかね。どうなんでしょうね、ロボットそんなに多くなくって、もしくは下投げからの確定がロックも入りやすいとか。はいはいはい、おっと、重いキャラ、これ重いからこれか。こういう感じになってしまう。さあ、おっと、今のはボム張り付いたんですか、なんか頭光ってる、分かんないですね。コマが鬱陶しい、台の上に乗る、これがスマムラというステージからの、からの豆目。さあ、おっと、ダッシュエだ、今の枯れるとは思わなかった。コマとブレード、ブレードとレーザー。さあ、確かにちょっと面倒くさそうですね、6番側、うん、おっと、投げて、これは読み合って当てていく。確定だったんじゃないですかね。読む必要はなかったら別に。あ、しかしここに慎重派の動きが見て取れる。さあ、記者メガマン、ここからコマ下投げ強い、あれ崖上がってウエスマ入ったりするやつですね。崖を上がって、おっと、下スマが置かれていた、帰ってこられるか、帰ってきた、おっと、しかし空上が待っている、パペピアの壁がそこに待っているぞ。あ、で、上、今日はアダも光ってる、掴んだ、これはこれはこれですよ、確定してる。これか、パペピアさんの被せた理由はこれなんですよね。さあ、このチーム、アースさんはこれが分かっていてこの采配なのか。あ、しかしまだありますよ、この記者さん流れ取っていって、ウエスマ後ろ投げボンボン当てていけば、ね、ロボといえどスマムラなんで。クエヌ、さて、パーセントはここから、さっきから73対37、片谷2ストック、パピピアさんを早く記者さんはバーストしたいところ。豆、掴みが外れる、ブレード、ここから何を出す、コマが出てきてしまう。あ、どうする、クマへ。いや、非常に立ち回りにくそうですね。さあ、読む必要がないのに、いや、また読んで。さあ、また賭け、この展開、横スマが待っている。クエヌ、
さあパペピアさん有利の展開が続く。さあコマを出す。いろいろロボの動きが面倒くさいぞレーザー。さあメガもなんとか切り込んでいきたい。ダッシュ力がないと結構きついか。さてここからレーザーから、あこの前どうする。上ヌボムを出して、さあお互いに、おーっと下投げからの空を選択。やはりこれが大将のパペピア選手しっかり決めていく。死んじゃうんですねこれ死んじゃうんですね。3本目をパペピア大将が取っていって、アーズパペピア完全にキャラをかぶせていきました。次の試合に駒を進めていく。笑顔の凱旋、受付に報告しに行く。あレインさんが声をかける。アースさんは前回梅村で3位を取った時以来の梅村ですよ。